皆さんこんばんは、お久しぶりです。1週間ちょっと空いてしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。先週ですね、髪をバッサリ切っちゃいました。もう暑くって我慢できなくて、私的には前までの長さはちょっと、暑苦しくってもうすぐ切りたくなっちゃって、で今の短さにし合いました。はい、楽ですね。シャンプーも楽ですし、朝を整えるのも楽ですね。はい、今日はですね、ちょっと何やろうかなと思ったんですが、最近スキンケアを見直してるんですけど、ちょっと結構ブログに書いたりもするんですけど、私の場合モニター当選とかでスキンケアよく試させていただいたりしてるんですが、いまいち自分に合うものがよく分からず、来ているんですけど、前回、ブログでですね、載せたと思うんですけど、こちらのメルカリでですね、アクアレーベルの青いこのやつですねを、メルカリで800円で、購入できたので試したんですね。そしたら、ちょっとですね、この時期さっぱり確かにいいんですが、さっぱりすぎてんですね、特に化粧水が。なのに朝のメイク前の保湿に今使ってるんですけど、これは夜のスキンケアにはちょっと軽いかなって思って、ドラッグストアに見に行って、ちょっと安いこちらの豆乳イソフラボンの、こっちは結構しっとり化粧水なんですけど、濃いやつ、もうこれ有名だし皆さん結構使ってる方いるので良さは分かってると思うんですけど、こちら私初めて実は使うんですが、こちらとこの乳液と、こちらは濃いとかないんですよね、普通の乳液です。そしてこちらメルカリでアイクリームがこれ2本で800円で買うことができたので、ちょっとお試しでやってます。はい、この3つともね、なかなか良くって、ちょっとしばらく使い続けてみようかなと。で、ちょっと潤いっていうか化粧水いっぱい含ませたいなって時は、無印のやつ、化粧水を、シューってスプレーして、その上からこれを重ねたりして使ってるんですけど、豆乳イソフラボンっていいですね。豆乳ってね、結構取るのもね、豆とか納豆とか、そういうので豆製品と一緒なので、はい、私毎朝豆乳飲んでるんですけど、それのつながりもあって、前ブームってわけじゃないんですけど、スキンケアもちょっと豆乳にしたって感じですかね。はい、そんな感じで最近のスキンケアは、こんな感じです。はい、あとはですね、パックをしたりとか、まあ週にてか最近サボりがちなんですけど、角質ケアをしたりとか、はい、してますね。はい、最近スキンケアはもう30の中間になってくると、いろいろ見直したりしなきゃいけないのかなとか、自分の中で勝手に思ってることなんですけど、そういう意味も含めてちょっといろいろ試しては見てるんですけど、結局行き着いたのがこの豆乳イソフラボンって感じですね、今のところは。本当だったらもっといい化粧水とか、そういうスキンケア商品もあるかもしれないんですけど、まあ試しすぎてわけわからないとかあるので、ちょっとしばらくこの豆乳シリーズをとりあえず1本使い切ろうと思います。はい、そんな感じです。最近はですね、お仕事も忙しいのはもちろんなんですが、まあお友達と会ったり、まあいろんなことをしてるんですけど、相変わらずバタバタしてる感じですね。
はい、動画もっと出していきたいんですけど、また時間を作って撮っていきたいと思います。そういうの時まで皆さん、待っていってくれる方は待っていてください。はい、そういうわけで今回はちょっといつもよりは短めですけど終わりたいと思います。またの動画でお会いしましょう。バイ。